舵取りだけのようなイメージで。はい、カボス TV ユージです。今日の作業ですけど、先日からウサギよけのネット張りをしてるんですけど、草があのあっという間に生えてきて、この前まではそんなに生えてなかったのに、もうほんとここ1週間であっという間に生えてしまって、まあネットを張る前にちょっと草を買っていこうかなと思ってます。今日ちょっと肌寒いな。また風あるよ。風切り音入ってたらすいません。またお聞き苦しいですけど申し訳ないです。草刈りも視聴者さんからこれ以前から言われてて、 50cc の草刈り機を購入した時も結構シャフトが重いっていうことで、私言ってたんですけど、まあシャフトにあのゴムベルトですね、あれをつけたら楽ですよということで、あの先日もシャフトを右出しから左出しに変えた時にと腕がだるいっていう話もしましたけど、まあその時も同じようなコメントをいただきまして、ぜひそれをちょっと一回今日試してみようと思ってます。どういうものを買ったかというと、こういうものです。またコメリで買いました。あのどんなものを買っていいかわからなくて、まあ視聴者さんの方にどんなものがいいですかねって尋ねたら、自転車とかのまあ荷縛りのゴムとかでもいいですよとお話があったんで、まあこれあの荷物を縛る用のゴムを買ってきました。ちょっと長さとかもわからなくて、今回は太さが9ミリの長さが120ミリのものを買いました。でまあこう下げてサポートしてくれるような感じで使ってみようと思ってます。でまずカボスの苗木の周りをこの鎌で草を切って、それから仮払機であの切っていこうと思ってます。はい、ちょっと天気悪いですけど、まあ草刈りするにはこれぐらいの天気がちょうどいいですね。暑いと疲れますんで、まあ涼しくていいと思います。それじゃあ今日も一日頑張るよ。ここはちょっと枯れてるね。でも今からドバッと生えてくるよ。でここもついこの間までそんなに生えてなかったのに、もうちょっと苗木が見えないぐらいに草が生い茂って、ネットも張れないので、まずここの草刈りを今日やっていきます。はい、それではまず最初に苗木の周りを鎌で切っていきます。苗木の周りを草刈り終わりました。こういう風に鎌で切って、それから草刈り機で刈っていこうと思います。で去年の反省として、この雑草が地上から30センチ40センチ伸びて覆うと、そこにウサギが隠れますね。で去年も草刈り来た時にそこに隠れてて、急にウサギが飛び出してきたっていうのがあって、やっぱりしっかりこう草も刈っとかないとウサギの住処になると思います。この草は刈っとかないと獣被害に遭う原因にもなると思います。それじゃあこれ一度つけてみましょう。どんな感じか全然ちょっと想像つかんねんけど、やってみよう。もうあちこちで春の気配がしますね。周りの方も草切ったり、田んぼをトラクターで起こしたり、春の音がします。そろそろ農繁期に入っていきますね。私も頑張りましょう。はい、こんなようなゴムです。でここの首にこれをゴムを下げて、このゴムをここか、このシャフトでもいいな、こうかちょっと短いな、こうかあーもうちょっと長い方がいい感じがするな。これくらいか。ちょっとゴムが足りんな。この紐持っていた。ここに
結んでみようか。でもこれ邪魔なるな。ここ邪魔なる。ここがいいな、やっぱ。まあやってみよう、いろいろ。こう。ちょっとね、いろいろしようか。こんな感じか。こんな感じやな。まあこれで一回やってみるわな。周りも草刈りしよるけん、私も頑張って草刈りしていきましょう。これな、これ最初そう変わらんなと思うよったんよ。やけどなんかこうやってこう切っていくんよ。ほんであまりこれ効果ないけど、これ一緒のこう姿勢でこうする。こう腰を曲げて腰が痛くなるんやけど、これ腰曲げずにここで支えてこうこうこうするだけ。そんな感じでやると超楽。ちょっと今だ長さが調整できてないから、もうちょっと調整して使うコツを習得すれば、この姿勢でここを支えてるから、こうこうこうすれば姿勢も楽になるし腕も楽。あとこっちの糊面とかはどうか、その辺もう一度検証してみよう。この使い方のコツつかめば楽なような気がするな。のり面をやってみよう。
り面は最初ねあんまりこれ効力ないかなと思って、なんか結構 だるっとなるんで、ちょっとこの途中で長さの調整をしたら、まあ、少しはいいかな。だからあの平地みたいにうわ楽やっちゅうはないんやけど、まああったらあった方が、まあ、軽減できる場面もある。なんであった方がいいかな。ただその長さをね平地と乗り面と調整せないかんから、なんか簡単に調整できるようなあの仕組み作れるといいかなと思う。まあじゃあ続きやってみよう。はい、終わりました。意外とねまあここの圃場は狭いんでそんなにあの草刈り量はないんですけど、楽なような気がしましたね。ゴムがいいと思うな。やっぱ糊面はねちょっとあのこのゴムの長さ調整がいると思います。私は紐でついでるんやけど、まあ糊面用と、平地用でこう引っ掛けで簡単に変えれるようにすれば結構いいかなと思います。まあ糊面はね特別あの効果が出るって感じないけど、サポートしてくれる時があるんで、そういう時はやっぱあった方がいいな。邪魔になるんやねえかって思ったんやけど、意外とあの気にならなかったですね。なんでまあこれ視聴者さんが言った通りにこれあった方が多分いいと思います。教えてくださった視聴者の方本当ありがとうございます。軽減できますね。ここも下がってるんで離してもこの状態なんで、これを舵取りだけのようなイメージで使えるのがいいなと思いました。ということで今日の動画は視聴者さんに教えていただいた草刈りの作業を楽にする方法、ゴムの肩吊りですね、これを試してみました。ではまあ作業続きありますけどもうちょっと頑張っていきます。今日の動画が参考になったと思う方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。ということで草刈りを少しでも楽にできる方法、ゴムベルトのご紹介でした。それでは